頑張ろうぜ。はあ、グッジョブ、キリト。まだやれる。敵だな。エイトが集まった。よし。アファシス、助かった。すごいじゃない。グッジョブ。弱ってるわよ、今がチャンス。いいな、いいな。嬉しいですよ。炎上状態、狙おう。デバフがかかってますわ。すごいな。最高ですわ。弱ってるわよ、今がチャンス。その調子、任せて。終わった。弱ってるよ、今がチャンス。その調子。ありがとう。いいぞ。最高ですよ。アファシス、まだ終わる。つい。すごいですわ。終わったな。くらい。すごいじゃない、クレハ。なかなかいいアイテムね。おめでとう。回復する。使うわよ。アファシス、助かった。その調子。くれますわ。追いつけまい。到着っと。お疲れ様。お母様、ただいま戻りましたわ。気をつけろ。何を言ってるかわからないが、友好的な反応ではなさそうだ。え、どうしたのですか。この人たちは私のマスターとそのお友達ですよ。レイちゃん、あれが何て言っているかわかるの。私たちが入ってはダメ。排除すると言っています。早速戦闘か。行くぞ。俺なら弱ってるわよ、今がチャンス。その調子、任せてよ。デバフごとかかってますよ。アファシス、つけまえ。グッジョブ。ありがとうございます。
強いわね、この敵。何発当てても HP が減らないわ。確かに強い。いや、強すぎる。こいつはおそらく。撤退しよう。俺たちは何か選択を間違えたんだ。このエネミーは倒せない設定になっている可能性が高い。強制撤退イベントってやつだ。無茶よ、ここから脱出なんて。ログアウトする時間も稼げないわ。 UFG を使えばいける。このくらいの高さなら乗り越えられるはずだ。片手で UFG を使えばもう一方の手で誰かを連れていけるだろう。そうしたら二人生き残れる。連れていくのは決まってるでしょ、レイちゃんよ。私は残るわ。私が戦います。マスターを守るのが私の役目です。いや、アバシスでは火力が心もとない。大体あんたが死んでレイちゃんがドロップしちゃったらどうするのよ。それにキリトさんには悪いけど、私はあのエネミーを倒すつもりよ。決まったな。さて、もう一暴れするぞ。了解。さあ、俺たちがエネミーを引きつけている位置に行くんだ。レベルアップだ。レベルアップです。褒めてくださいませ。強制撤退イベント、キリトがそう言ってたの？たまにあるのよね。イベントフラグの回収を失敗して強力なトラップが発動したりとか。まず倒すのが不可能な敵が現れたりとかね。今回もそうだったんじゃないかな。レイちゃんもあまり気にしなくていいわ。キリト君たちならそろそろ帰ってくるわよ。アスナの言う通りだよ。このクエストは何度でも挑戦できるみたいだしさ。ただいま。お、ぴったり。さすがアスナさん。ああ、もうちょっとで倒せると思ったんだけどな。いや、あれは絶対 HP ゲージがゼロにならない仕様だって。おかえりなさい、キリト君。クレハもナイスファイトだったね。ありがとう、アスナ。もう話は聞いているのね。終わったことなんだから気にしないの。謝るくらいならパーッと美味しいものをおごってよ。そりゃいいな。この前変な店を見つけたから行ってみようぜ。でもその前に反省会だ。 SBC フリューゲルの中に入るには私たちに何かが足りなかったってことだよね。でも一通りのクエストはこなしたはずだけど。アファシスのパーツが不足していたのかな。パーツは全部集めてもらいましたわ。じゃあ他にパスワードとか鍵を手に入れる必要があるとかだな。クエストの流れから言ってアファシス自体が鍵のはずだよ。すでにアファシスを連れて SBC フリューゲルに入っているプレイヤーも複数いる。困ったね。アファシス、君は何か重要なことを忘れているんじゃないかな。ごめんなさい。
マスター、あくまで情報収集の責任は自分にあると言いたいんだね。確かにNPC にミッション失敗の責任を負わせるのは筋違いだ。原因の究明も大事だけど、次の挑戦のことも考えようぜ。そうだな、一度街で情報を集めてみようぜ。俺の可愛いタイプ B ちゃんなら何か知ってるかもしれねえし。お前まだ口説いてんのか。まあそれはそれとして、別に情報を当たってみるのはいいアイデアだ。私も周りの人に何か知ってないか聞いてみるよ。フリューゲルを目指してる人結構いたし。私も噂話を集めるくらいならお手伝いできます。 SBC フリューゲルに入っているプレイヤーの数から考えて、ヒントとなる情報はもう出ている可能性が高いですね。情報屋に聞いてみるのも一つの方法かもしれない。料金がほどほどならだけど。こうしてみるとレイちゃんだけに頼りすぎていたかもね。これからは自分たちでも情報を収集しましょう。そうね、レイちゃんもあまり気にしちゃ。あれ、レイちゃんは？変だなぁ、さっきまで僕のそばにいたんだけど。レイちゃん、レイちゃん、どこにいるの？いない、どうしよう。落ち着いてくれ、きっと大丈夫。さっきまでここにいたんだもの。すぐ近く。だがこんな話の最中だ、ちょっと買い物に出たというわけでもないだろう。まさか家出？家出かどうかはわからないけれど、レイちゃん傷ついてると思う。自分の力不足で迷惑かけるなんて、もし私が同じことをしちゃったら落ち込むわよ。そういうことならさっさと探しに行こうぜ。ったく、あいつは天然だから面白いのに、失敗の一つや二つでくよくよするなんてよ。ああ、落ち込む気持ちもわかるけど、失敗したらもう一度挑戦すればいい。アバシスにそれを教えてやらなくちゃな。キリト君の言う通りよ、みんなで手分けすればすぐに見つかるわ。そうだな、アバシスのマスターは君だものな。うん、話すのは君じゃなきゃダメね。だけど探すのくらいは手伝わせて。そうよそうよ、私たちだってレイちゃんの仲間なんだから。レイちゃんは NPC だから一人では街の外に出られないはず。みんなでグロッケン中を回りましょう。見つけたらまずはあんたにメッセ飛ばすから、みんなもいいよね？了解です。なら大丈夫よ。こんにちは。
どう思う？どうだ？いや。おめえならやれる。なんだ？したの？この世の終わりみたいな顔をして。こんにちは。今さら笑顔を作ってもダメ。お姉さんに話してみなさい。もしかレイちゃんが家でクエストに失敗したせいで？なんでなのかしら。フリューゲルなら何の問題もなく入れたわよ。アファシスを連れて行けば OK なんでしょ？マスター、それは少々表現に誤りがあります。ゲートを通過する際、 SBC フリューゲルに入れるだけの強さを示すようエネミーとの戦闘がありました。だってあんなレベルのエネミーならあなたの敵ではないもの。違ったの？まさかあなたアバシスの忠告を。はいはい、そうね。私もそうした方がいいと思うわ。それにしても不思議ね。レイちゃんがレアな設定持ちなのか、あなたのせいかわからないけれど。家出しちゃうアファシスなんて初めて聞いたわ。それを必死で探すマスターもね。さっき、見覚えのある人影が展望台に向かって走っていたわ。レイちゃんじゃないかしら。声をおかけしましたが、反応がありませんでした。人違い。デイジーちゃん、可愛い子に関する私の視力補正を侮ってはいけないわよ。早く行ってあげて。きっとあなた。おい、お前さん、何をそんなにあたふたしてんだ。残念だったな。お前さんにはもう二度と会いたくなさそうだったぜ。俺様は今までお前さんのことを大したやつだと思ってたんだぜ。なんたって何度も俺様との勝負に勝ち、仲間をアファシスちゃんを守ってきたんだからな。それがなんだ、アファシスちゃんを泣かすとは見損なったぞ。お前さんはマスター失格だ。そんな顔しても許さないからな。あいつの行き先なんか絶対お前には教えてやらん。チッ、ここで金を出すから教えてくれだとか泣いてごねたりしたらぶっ飛ばしてやるところだったのによ。どうやらただの喧嘩じゃなく何やら訳ありのようだな。ああ言うな言うな。人の事情に立ち入るのは男のすることじゃねえよ。ったく仕方ねえ。いいか、一度しか言わねえぞ。あいつはな、俺様のところに来るかって聞いたらよ、マスターはお前さんだけだって言ってよ、総督府前の広場へ
泣きながら走って行ったよ。早く行ってやんな。泣きすぎて干からびちまう前によ。しまいましたか。私はアファシスですから、マスターと一緒でないと町の外には出られません。そんなことも忘れてしまっていました。マスター、私は決心しました。登録を解除した分、私は壊れているのです。ダメなアファシスなのですわ。マスターの役に立たないアンドロイドに存在価値はありません。私はいつも失敗ばかりでした。だから母に報告して直してもらいます。その後はどうなるかわかりませんが、名前も返します。私にはもう呼んでもらう資格はありません。さようならマスター。マスター、私はマスターのアファシスでいいのですか。私は役立たずのアホシスなのに。私もマスターと一緒にいたいです。マスターが一番。他の人を登録したくなどありません。私のマスターは世界でたった一人、目の前にいるこのマスターだけなのです。たった一人、そう、一人なのですわマスター。おやつじゃありませんでしたわ。連れてきていい友達は一つまでだったのです。とにかく思い出したのです。まず SBC フリューゲルに自由に出入りするには登録が必要です。最初に登録できるのはアファシスと同行した一人だけ。しかもゲートキーパーのテストを受けなければならないのです。約束を破って3人を連れて入ろうとしたから叱られたのですね。母は怒らせると怖いのです。アスナくらい怖いのです。私のせいでたくさん迷惑をかけてしまいました。きっと皆さん怒っているでしょうね。マスター、皆さんが怒っていないのならなおさらこのままでは戻れません。汚名挽回を。あ、少し間違えましたわ。名誉を挽回したいのです。マスター、これから一緒にゲートを突破いたしましょう。 SBC フリューゲルの入場券を手に入れて皆さんへのお土産にしたいのです。ありがとうございますマスター。では急いでSBC フリューゲルに参りましょう。
ついに。やるぞ。いいな。照れますが。お母様、ただいま戻りましたわ。SBC フリューゲルに入るためのテストをすると言っています。マスター、準備はいいですね。マスターはとても強くなっていますわ。今のマスターなら絶対に勝てるはずです。私も全力でサポートします。頑張りましょう、マスター。アバス、その調子。嬉しいですわ。手箱が残ってますよ。来るぞ、アバス。半分
やるぞ。その調子。ありがとうございます。その調子。
その調子。嬉しいですわ。俺たちの勝ちだ。アファス決める。やったやりましたマスター。さすが私のマスターですわ。これでマスターは SBC フリューゲルに入る資格を得ました。マスターの友達ならみんな一緒に入れますわ。皆さんに教えたら驚くでしょうね。これで名誉挽回できるはずです。そうですね、はい、私もそう思いますわ。母には会いたいですが、まずはキリトたちに報告しなくてはいけません。すぐに戻りましょう、マスター。あら、チェリスカ、ごきげんよう。こんにちは。元気そうね。フリューゲルに入る資格を得られたようで、よかったわ。イベント達成、おめでとうございます。あなたなら大丈夫だとは思っていたけど、本当に成長したわね。強くなったわ。初めて会った時は、リアルラックだけ飛び抜けたニュービーさんだと思っていたけど。そういうことをさらりと言えるのがあなたらしいというか、正直羨ましいわ。でもそんなあなただからこそ、レイちゃんはこんなに感情豊かに育ったのでしょうね。もともと仕様や設定がレアだったのかもしれないけど、それだけでは説明できないほどの進化を遂げているわ。まあ、あくまでも素人の意見だけどね。マスターであるあなたや仲間たちの影響を受け、何よりたくさんの愛情が注がれた結果だと思うの。この GGO というゲームには自分の腕や強さを誇る猛者たちがたくさんいるわ。もちろんそんな彼らも強敵ではあるのだけど、本当の一番の強敵は自分の弱さを理解してそれを強さに変えることができるプレイヤーよ。あなたはもしかしたらそんな最強プレイヤーになる素質を持っているのかもしれないわね。私、強い人って好きよ。ねえ、一つ提案があるのだけど、私のパートナーになってくれないかしら。 SBC フリューゲルはかなり強いエネミーが出るでしょうし、何が仕掛けられているかわからないわ。攻略系スコードロに入るのも手なのだけど、どうせなら信頼できるパートナーが欲しいの。マスター、私には戦場でのサポート技能もあります。ありがとう。もちろんわかっているわ。だけど私はあまりデイジーちゃんを戦場に出したくないのよね。もちろんいざという時は頼りにさせてもらうけど。承知しましたマスター。どうかしら、私ならあなたの最高のパートナーになれると思うわ。私は二人きりのチームの方がいいのだけど、でもあなたならそう答えると思っていたわ。じゃああなたたちの仲間にしてくれるかしら。いつかあなたの右腕になってみせるわ。よろしくね。
いたします。レイちゃん、遊びに来てくれたのね。よかった。そうだね、本当によかった。この間はいきなりいなくなったからちょっと焦っちゃったよ。ごめんなさい、皆さんにはご迷惑をおかけしました。そのお詫びといってはなんですが、報告があります。先ほどマスターと SBC フリューゲルに挑戦してエネミーに勝ってきたのです。それに新しい仲間が増えたのですわ。はじめましての人もいるみたいね。ゼリスカです。こちらの子は私のアファシス、デイジーちゃんよ。はじめまして、デイジーと申します。え、新しい仲間ってゼリスカさん？ちょっとどういうことよあんた。そうね、全く話が見えないから説明してほしいわ。そうか、アファシスと二人でフリューゲルのゲートを突破してきたのか。おめでとう、これで宇宙船を攻略できるな。ありがとうございます。これもすべてマスターのおかげですわ。しかしゲートの鍵のくせに条件を忘れていたとは。君は本当に AI なのかい？勘違いや忘却といった行動はプログラム的に相当高度なものですね。ただなぜこのような仕様にしたか意図は不明ですが。それは趣味ってやつじゃないかな。趣味が高じて凄まじいことをやらかす人はいるものね。うちの会社にも。いいえ、そんなことより原因が分かってよかったわね。うんうん、ゲートを通過する条件はおおよそ分かったしね。プレイヤー一人につきアファシスを一人連れていることね。だから前回は条件を満たせていなくてバッドエンドだったってわけか。戦場からの離脱は一応可能だったし、もしかすると回避する手段は他にもあったかもしれないけどね。情報を集めていて分かったことなんだが、今後の SBC フリューゲル攻略にもアファシスが必須らしいな。そうそう、中のメッセージやアナウンスが全部バグっていてアファシスに翻訳してもらわないといけないんでしょ。レンタルできるタイプ A が用意されていたのはこの仕掛けのせいだったんだな。ん？タイプ A は必要ありませんわ。 SBC フリューゲルの攻略は私にお任せあれ。頼りにしてるよレイちゃん。まあ、やる気があるのはいいことだよな。私もできるだけサポートいたします。これでも腕には少し自信があるの。きっと役に立つと思うわ。君の仲間なら俺は歓迎だよ。私も大歓迎。ソロオンリーだったセリスカさんと組めるなんて。たまにはパーティープレイもいいかなって思って。とても強い前衛アタッカーだそうですね。心強いです。セリスカさん、セリスカって呼んで。これからは仲間に入れてもらうんだから。仲間にしてもらった以上きちんと成果は出すわ。では皆さんで SBC フリューゲルに行きましょう。早く母に会いたいですわ。賛成だけど、その前に私たちもゲートを突破しなきゃ。まずはアファシスタイプ A をレンタルしないと。なぜですの？マスターのお友達なら一緒に行けますのに。だって自由に出入りできるようにしたいもの。私は私で資格を取るわ。そうだね、友達、パーティーメンバーを指しているのだろうけど、
いちいちパーティーを組む必要があるのでは何かと不自由だ。友達のカテゴリーにはスコードロンのメンバーも含まれるのかな。ええ、お友達なら誰でも大丈夫ですわ。質問の答えになってないぞ、アファシス。お話のところ失礼します。友達の対象には資格所有者が所属するスコードロンも含まれます。ありがとう、デイジーちゃん。いいえ、お役に立てて嬉しいです。君がスコードロンを作ればいいんじゃないか。俺たちが君のスコードロンに入れば SBC フリューゲルに入る資格を得られるだろ。キリト君、それって君が楽をしたいだけじゃないの？それだけじゃないさ。だったらリーダーが別の人でもいいわけだし。俺はどこかに所属するのはあまり好きではないけど、君のならいいかな。それに君ならやってくれそうな気がするんだ。ゲームという枠を超えたとんでもないこと、なんとなくね。異論はないわ。スコードロンに入るのは初めてなの。楽しみだわ。私たちも初めてね。いつもみんなといるからあまり変わらないかもしれないけど、私は…あ、そうだ、いつきさんはいいんですか？自分のスコードロンがあるじゃないですか。構わないよ。実質パイソン君に任せきりだからね。リーダーは彼に譲るさ。そうなんですか。クレハは反対か？みんないろんな意見があるのは当たり前だから遠慮せずに言い合おうぜ。あんたがリーダーね。小さい頃から私の後についてくるばかりだったのに。何言ってんのよ、あんたは。そんなのみんなに失礼じゃない。キリトさんやイツキさん、ゼリスカさんがあんたのスコードロンに入ってくれるっていうのよ。トッププレイヤー集団のリーダーよ。 GGOG が驚くわよ。普段は可愛くないくせに、こういう時だけ殊勝なことを言うんだから。でもそんなことでリーダーを譲られても嬉しくないわ。ここは GGO、 強い者が、勝利を得た者が正義の世界よ。だからあんたに勝負を申し込むわ。勝った方がリーダー。それでどう？俺も参加していいかな？キリト君、さっきと言ってることが違うよ。いや、話を聞いてたらうずうずしちゃってさ。私もリーダーにはなりたくないんだけど、バトルには参加していいかしら？僕も僕も！参加費いくら？結構真面目に言ったつもりなんだけど、まあいいわ。じゃあリーダーはバトルで決めるわよ。テリスカさんやイツキさんも参加しちゃいます？私は審判役をやるわ。リーダーなんてやれるタイプではないから。僕も遠慮するよ。君を援護していいなら別だけど。それじゃ準備ができたら始めるわよ。
回復する。レベルアップ。勝負ありね。あなたの勝ちよ。おめでとう。おめでとう。君は厳しい戦いの時ほど燃えるタイプなんだろうね。見ているだけで結構感動しちゃったよ。なんてね。負けちゃった。もう少しでいけると思ったんだけどな。君の上達ぶりには驚いたよ。ほんと敵として対峙してみてよくわかったわ。あなたなら戦闘でもいいリーダーになれると思う。わかったわ、認めてあげる。あんたがリーダーよ。スコードロン結成おめでとう。しっかりやるのよ。私も少しは手伝ってあげるから。今は出かけている人たちもスコードロンの結成を聞いたらみんな入りたがると思うわ。これからも頑張りましょう。まずは SBC フリューゲル攻略かしらね。このメンバーなら何だってできるわ。早く母に会いに行きましょう、マスター。セリスカさん、どうしたんですか？スコードロン結成のお祝い中じゃ。そのリーダーがクレハちゃんがいないって心配していたから、代わりに私が探しに来たの。すみません、まったくあいつも気にしなくていいのに。あんなにカッコつけて勝負を申し込んだのに負けちゃったんだもの。ちょっと決まり悪くて。そうね、絶対に負けたくない勝負だったものね。キリト君たちのせいでお祭り騒ぎになってしまったけど、クレハちゃんが本当に真剣だったのはわかるわ。あれはキリトさんたちの思いやりですよ。私が負けるって分かってたんだと思う。気にする必要はないわ。キリト君たちはとても楽しんでたもの。前にクエストで会った時にもお話ししたことなんですけど、私にはお姉ちゃんがいて、すごく優秀で気遣いも上手で、だからわかるんです。リアルでもここでも私はまだ全然ダメなんだって。みんなもきっと内心では呆れてるんですよ。ただみんなもお姉ちゃんも優しいから、あいつもきっと。それを否定するのは簡単だけど、クレハちゃんが納得できないなら無意味よね。あ、すみません、なんかすごく愚痴っちゃって。時には気持ちを吐き出すことも大事よ。自分が何を感じ何を求めているか、本当の気持ちだけは見失っちゃダメ。心もお腹も真っ黒になってしまうから。
はい。調子はどうだ？いつでも鑑定確認してくれ。なるほど、よかったじゃねえか。面白いものが山ほどあるな。ですが、どういうことですか、樹さん。俺たち何にも聞いてないんですけど。そうっす、ひどいっす。いつきさんが何をやろうと俺たちがとやかく言える権利はないが、これは裏切りだと思うぜ。すみません、彼らがどうしてもいつきさんと話をしたいと言い出しまして。せめて一言事前にお話しいただければよかったのですが。いつきたちが何か言い合っているようですわ。喧嘩なら止めなければいけませんわね、マスター。なっ、あいつっす。あいつが樹さんを引き抜いたやつっす。おいお前、樹さんに何をしたんだ。スコードロンのリーダーを引き抜くなんてやりすぎだぞ。僕が誰かの言いなりになるような人間に見えるかい？あくまできっかけになっただけ。どういうことだ、樹さん。飽きちゃった。君たち僕に依存しすぎ。僕に楽しませてもらうんじゃなくてさ、自分で楽しまなきゃ。それはなんてね。ま、たまには他のスコードロンで遊ばせてくれよ。退屈になったらまた戻ってくるからさ。あ、遊びなんですね。それならまあ早く戻ってきてくださいね。待ってるっすよ。分かってくれてありがとう。悪いけど今日は用があるから引き上げてくれないかい？了解した。それでは失礼する。本当にお戻りになるのですか？嘘は言ってないよ。つまり我々には飽きたということですね。やだな、パイソン君は別さ。君だけは頼りにしているよ。彼らが暴走しないよう適当に相手しておいて。たまにはこちらのホームにも顔を出してください。うちにはあなたを慕う人間が集まっているのですから。いつきさんをよろしくお願いします。いつき、大丈夫ですか？ああ、僕は全く大丈夫さ。彼らは誤解してるんだ、僕が英雄か何かだとね。でも僕はどちらかというと魔王タイプなんだよ。そんな心配そうな顔をしないでくれ。君のスコードロンに入るのは僕の意思さ。君といれば僕は退屈から解放されるかもしれないなんてね。彼らのことを責められないな、僕は。いや、気にしないでくれ。こっちの話さ。それより、今からどこかに行くのかい？僕も一緒に行きたいな。
やっぱゼリスカはいいよな。お前は相変わらず節操ないな。エギル、クライン、こんにちは。何を話していたのですか？よう、二人とも。セリスカの大人の女性の魅力ってやつを語ってたのよ。おめえたちにはまだわかんねえかもしんねえけどな。誰も聞いてないのにな。はあ、マスター、わかりますか？無理すんなって。あの包容力っつうか余裕のある感じたまんねえよな。褒めてくれてありがとう。おお、こんなところで会うなんて偶然だな。皆さんこんにちは。セリスカとデイジーですわ。こんにちは。今日はエギルに用があって来たの。エギルに？いやでもこいつは妻子持ちで。リアルな話をすんじゃねえ。で、なんだ、なんか欲しいアイテムでもあるのか？ええ、エギルはこの GGO で商品や素材の仕入れを手伝ったりしてるのよね。ああ、前のゲームほど精力的にはやってないけどな。実は探してほしいアイテムがあって、この衣装の素材、あと足りないのがこのアイテムなんだけど。ん？こいつは、おお、これは超レアだって話題になってるやつじゃねえか。ああ、いいえ、私のための服じゃないの。この衣装はデイジーちゃんのためのものよ。私がですか？ん？おお、かわいい服だな。セリスカも一緒に着ればいいじゃねえか。冗談でしょ。こんなふわふわでキラキラしたのは私には似合わないわ。そうか？でもよ、よくあるじゃねえか。同じパーティーやスコードロンで仲良くコスチューム揃えてクエストに行くの。最近流行ってんだろ。おめえ遅れてんな。リアルでも若い女子はみんなやってんだぞ。しらじらしいな。どうせセリスカがそいつを装備した姿を見たいだけなんだろ。そんなことねえって。エギル、変なこと言うんじゃねえよ。パーティーやスコードローンが同じだと同じコスチュームを着るのですか？まあそういう風に考える人たちもいるかもしれないわね。仲良しの証として。でも一目で仲間同士だと分かるとどうなのかしら。 PVP の時に敵に視認されやすくなるかも。確かに実戦向きじゃないかもな。でも戦いの時以外もコスチュームを着て過ごすことはできますわ。こうして街中をおしゃれして歩くだけで楽しいと思いますもの。そうね、街中でお揃いってだけなら問題ないわね。で、エミル、どうかしら、この衣装の素材は手に入りそう？まあ時間をかけてもいいなら可能だろう。急いでるわけじゃないんだよな。え、いつでもいいわ。じゃあそれじゃあ行きましょうか、デイジーちゃん。あら、どうかしたの、デイジーちゃん？あ、いいえ。それでは皆さん失礼します。ち、惜しかったな。もう少しであの衣装をセリスカに着せられたのによ。大人の女性のギャップ見たかったぜ。おめえらも。いやだよ、それに全然惜しくなかっただろ。マスター、デイジーの様子が少しおかしかったように思います。
イジ。何でも聞いてくれ。お、レアものだぞ。どんな情報も大歓迎だぞ。どんな情報も大歓迎だぞ。どーんと情報を仕入れてくるぞ。